34番ケビン・シュワンツ、4番ダリル・ミーティ、5番ダグ・チャンドラー、1番ウェイン・レイニーというトップ4、そしてアレックス・リビーネ、アレッサンドロ・バルスと続いています。伊藤慎一なんですがドゥーハンを抜いて7番手にポジションをアップしています。頑張ってますね、今日はとにかく日本勢が各クラスで健闘していますから伊藤慎一も負けてはいられません。おっとさあ、チャンドラーが BT 今どうしたんだ、チャンドラーが BT の前に出た、ちょっと BT がミスをしたような感じに見えましたが、まあ、周回遅れをうまく使ったのかもしれないですね、チャンドラーが。さてしかしストレートに注目してみましょう、はい、さてお、ケビン・シュワンツ、そしてチャンドラー、BT、そしてレイニーです。ストレートで差が縮まりません。最高速はあの NSR の方がカズマより勝っているはずなんですが、今のストレートではほとんど差が縮まりませんでした。レースは現在17周目に入っています。トップのシュワッツと2番手のダグチャンドラーの差 0.783 です。しかしそれはコントロールライン通過時点での話でだいぶ差が縮まっているように見えます。チャンドラーが追い上げてきました、これはおシュワンツのすぐ背後までチャンドラーが迫っている。さあもう射程距離だ、チャンドラーが息を吹き返した。シュワンツのすぐ後ろまで迫っている。さあ並びかけようというところ、大きな拍手です。おっと、そしてレイニーが、レイニーが BT の前に出ている。出てますか、あ、本当だ。レイニー3番手、レイニー3番手、BT は4番手に落ちました。鈴木、カジバ、ヤマハ、ホンダというオーダーになっています。トップがシュワンツです。トップはシュワンツ、2番手、ダグ・チャンドラー。しかしラップタイムを見ますとね、34秒台に近いところまでシュワンツがラップタイムを落としてますんでね。あ、そうですね。これはトラブルか、もしくはまあわざとペースダウンしているのか。はい、温存しているか。はい、しかしさあ、チャンドラーが1コーナーへの進入で、いや、シュワンツです。シュワンツトップを譲りません。しかしこれからあとはシュワンツは早いんですが、2コーナーまでは。シュワンツの負けっぷりとか見てますとね、そんなに手を抜いてるという感じじゃありませんから、ちょっとペースが上がらない何かこう原因があるのかもしれないですね。はい、原因があるのかもわかりません。33秒5です。先ほどのシュワンツは33秒5、チャンドラーは32秒8。おっとさあレイニーも来ている、三つどもえになった。ちょっとビーティーが離されました。三つどもえになっているビーティーは少し遅れている。シュワンツ、チャンドラー、そしてレイニーと続いています。日本の荒垣なんですが先ほどリタイア、あっとドゥハンだ、ドゥハンピットインしている。ドゥハンがピットに入っている。ドゥーハンがピットインしています。そしてその気になる日本の荒垣なんですが、あの走っているようですね。データが出ていませんが、モニターにはあのコンピューターのモニターには表示されていませんが、荒垣走っています。現在22位ないしは23位のあたりを走行しているようです。荒垣選手のファンの皆様ご心配おかけしました。荒垣選手は走っています。トップはゼッケン34番ケビン・シュワンツ、そして2番手ダグ・チャンドラー、3番手ウェイン・レイニーです。さて今度もチャンドラーがスリップを使って1コーナーへの進入で前に出るのか、ね、さあしかしイン側にポジションを移動した、イン側に出た。いやーしかしシュワンツだ、届きそうで届きません。レースは現在19周目に入っています。シュワンツ、チャンドラー、レイニーというトップ3、若干遅れてダリル・ビーティーが4番手。しかしこの今トップを走っているシュワンツですね、2番手を走っているチャンドラー、昨年はチームメイトだったんですね。あ、そうですね、鈴木のチームメイトでした。そういう意味からするとですね、チャンドラーは鈴木のマシンの結果、おっとさあチャンドラーが外から並びかけようというところ、さあ逆に今度はレイニーが行った、レイニーが行った、あ、接触しかかった。しかし強引にサイドバイサイド崩しません。ウェイン・レイニーが前に出た。ウェイン・レイニー2番手です。先ほどのお話ですが、鈴木マシンの特徴を知っているから攻めやすいということですか、というか、まあ、作戦を立てやすいかもしれないですね、はい、なおかつライダーがどういうライダーであるか、マシンがどういうマシンであるかというのを知っているわけですから、そういう意味では、はい、作戦が立てやすいかもしれません、これが
エイニーが並びかけるところですね。はい、これはしかし熾烈ですね。ちょっと膝がタイヤに触ったか、路面ですかね。というか、まあ、レイがうまく足を引き込みましたね。まあ、これはやっぱりアメリカ の、 そのダートラックの経験とかあるライダーらしいと言いますかね、ならではのこの、なんて言いますか、まあ、リアクションですね。はい、そして今のパスした直後に周回遅れにしたマシンが多分荒垣のマシンだったと思うんですが、ゼッケン13番が荒垣です。そしてですね、もう一つ考えればですね、一昨年はですね、このレイニーとチャンドラーというのは、まあ、ケニー・ロバーツのバットチームと、はい、セカンドチームの、はい、関係だったわけですね。ですから、まあ、チームメイトみたいなものだったわけですから、はい、そういう意味ではこの3人はアメリカ人ですし、まあ、非常にその手の内を知り尽くしていると言いますかね、はい、そういう意味ではこれからも駆け引きが非常に面白くなってきますね。はい、さあトップがケビン・シュワーツ、2番手ウィン・レイニー、レイニーが並びかけようというところだ。レイニーがインから向いていった、立ちました。しかしシュワンツが譲らないか。シュワンツもぴったり背後についている。隙あらばトップを奪い返そうというケビン・シュワンツ。トップがウィン・レイニー、2番手ケビン・シュワンツ、池の周りを回ります。